だこれ。使いこなしてる？そんなことないよ。なんだこれ。あ、いい感じ。ウタカフェが広島あるなんて知らなかった。え、でしょ？最近できたんですよ。めっちゃ最近、本当に。こんばんは。今日撮影だったのに。ほぼノーメイクでやばいんだけど。消した動画と再上げ動画さはエフェクト何使ってるのか、あん、なんか隠したくて、でも隠せなかった。むず、インスタムズ。今日も可愛い。ありがとう。あのメイクさんにやってもらったからね。ほっぺはナチュラルチーク。わかんない。自分で。バッチリ、ありがとう。そう、かき氷は昼食として食べた。昼食3時くらい。でも今日は味噌、朝味噌汁飲んで、昼かき氷食べて、夜はサラダとヨーグルトだけ食べた。問題はこっからなんですよね。普通に問題はこっからで、どう耐えるか。こっからどう耐えるかなんですよ。あれ、朝味噌汁飲んだからお腹痛くなったのかな。今日はね、ちょっと早く寝るのは無理で、ちょっと今からちょっと覚えないといけないことがあるから、今から覚えるので寝れない、寝れないだけなんですけど。だから戦いはここから始まる。今は大丈夫、ついてない。しかも普通に革命起きてて、私最近夜ご飯毎日10時とか9時10時だったんだけど、ちょっとやばいかなと思って、やばい、やばいかな、その時間に食べるのはちょっとやばいかなと思って7時に食べた。ダイエット必要なんだよ。だって顔が太ったんだ。水は何度か挑戦したんだけど、ちょっと私水が体質的に無理で飲めない、飲めないだけ。わ、メロンフラペチーノいいな。でも最近夜はマウスピースしてるので、マウスピース最低30分、最高2時間で、最高2時間やって2時間で
マスピースやった後は30分食べ物食べちゃダメだから、まあどっちみち食べれないみたいなとこあるから、ありがたい。うわ、昨日2時間しか寝れない、やばい、爆睡。いや爆睡って気持ちいいよね。7時に食べるの久しぶりではないけど、最近10時が多かった気がする。そう、普段水分取らない、うん、お茶で取る。でもお茶だと意味なくて、多分水を飲まないといけないんだけど、お茶だと本当に意味なくなっちゃうから。でもお茶が好きだから、インスタグラムの豚はマイクロ豚かな。なんか豚、なんか豚ってなんかバカにしてる言葉に聞こえちゃうんだよね、わかる？なんかさ、かわいそうで豚ちゃんって言っちゃうんだよね。だから豚さんとか豚ちゃん、なんか豚、でもこれただ私がそう感じるだけなんだと思うんだけど、豚ってなんかその動物に対して言ってる言葉でも、動物の名前やん豚って。でも豚ってなんかってなっちゃうから、豚ちゃんっていう、豚さん。ん、今日でちょうど公園でくるくる初めて見てから2ヶ月記念。お、いいですね、いいですね。怖いね。でも今日私が飲んだ味噌汁あれなんよね、チン。前日に作られてたのをチンしたやつだから、そう、お茶出ていっちゃう。そう、ポテチかじりコーラ飲みながら見て倒せ、いいやー、めっちゃいいやん。豚様豚様ね、その時そうなるよね。豚さん具？玉ねぎ、豆腐、えのき、かいさん、お茶、ミルク、つーさん、おにぎり。豚くん豚くん、豚、おとなしく豚さん、え？でもずっと泣いてた、ずっと泣いてた豚さんですけど、くる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 だよ。あーわー、ねえ、なんかさ、ビジュ悪くない、悲しいだけなんですけど。おやすみメール、おもろすぎる。ほんと、どんなん書いたっけ。まさお花ーハートー、くしすぎピカピカー。豚さんって触るとリアクション、でも結構するかもしれん。なんか犬に近かった、豚さん犬に近かったです。梅っちおにぎり、天使の喜おにぎり、うんうんうん、ハッくん、だるま、のぶくん、かわいい。触った感じも、私お茶、触った感じはなんか毛が硬かった、硬め、毛がなんか触り心地は違うけど大きさは同じ。私ミルク、あったかった、あったかかった、体温感じた。マックス鹿児島ハート、
そしてソハト。あ、すごい、かわいい。やばい、普通ストレートネックやばい。つねちゃんハートゼロ、お茶読んでた本はどのジャンル？ミステリー、あ、サス、ん？ミステリー、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 サスペンス。推しが、え、ちょっと今 2冊同時読みしちゃってて、1冊途中で置いてるやつは、なんか死体は語るってやつ。かしげまさん聞きました、ありがとう。いやー、書いとくね。今日も美人よくない持って言ってくれて天才ですか、嬉しいだけです持って豚の毛は高級歯ブラシ、歯ブラシになるの、ちょっとなんかかわいそうな気がしてきて、あれだけどすごい硬いからね、結構硬かった。ペイシャのグダルマ、藤玉おにぎり、岩尾かわいい、ハンちゃんハート、藤玉おにぎり、解剖学、うん、右目と左目別々に読む、読んじゃう。とんちゃんおにぎり、あ、日曜日の悪魔ゲーム見た、見たよ。ちょっと CG 感すごかったけどCG 感すごかったけど、まあ、私の好きな系統だったから見た。でも面白かった。なんかあれ見た後に怖い夢見た。でも普通になんか最近見る怖い夢がなんか現実身を帯びた怖さの夢で怖いんですよね。なんかリアルにありそうな。今回のドラマなんか面白そうなの多くて嬉しいんですよね。あとなんかあれ見てる、なんかタイトル忘れちゃった、なんか獣みたいな、君が獣がなんとかかんとかなんとかかんとかみたいな短編30分ぐらいのやつ、1話、知ってる？なんか友達が、わーちゃんお茶ミルク、友達が誰も、わーちゃんパン、ドジ読みして内容混乱、あーだ、くるくるあんましないかもしれない。くるくる見るときの映画と一緒で、なんかあれがあって、自分のルーティーン、あ、取れてた、ルーティーンがあって、なんか自分が主人公目線になるから、頭の中でその書いてある文字からそれを連想して、まあ、くるくる大体ミステリーだから、こんなお家とかこんな別荘で事件とかあったら、その別荘を勝手に自分の脳みそで作り上げて見る。で、出てくる人たちの顔も勝手に自分の脳みそで作り上げてとか、なんか俳優さんとか女優さんを当てはめたりして見る。
ミステリーサスペンスどっちも好きかな。ラスベダニアタコシルクでてんえ、わかんない、悪い。ね、悪魔ゲーム広島弁だったよね、思った。なんとかじゃーとか言ったっけ。あれ普通に広島弁のさ、ドラマとかさ、東京の人とかが見たらさ、違和感すごいんかん。自分全然普通に聞けたんだけどさ、なんとかじゃー、時松る、おにぎり。あ、君が獣になる前、え、それ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 、本はただ文字を読むんじゃない、自分の感覚を調整するための杖でもあるのかって。アニメセリフだかっこよって言おうとしたな、アニメセリフおもろい、かっこよって言おうとしたのに。ゆくハート、ラスミダーニャパン、こういうハート、ケイタお茶、誰がハゲないハート、しもじろこいち、おにぎり、そう、あ、いいそうでした、嬉しい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 。ペラペラ目が流行ってたけど、え、知ってる、なんかあるよね、こうやってペラペラして読む。絶対あの頭入ってこないよ、くるくるびっくりしちゃう。鍋子おにぎり、鍋っち花束、それ買いすぎた、ありがとう。お茶、抹茶お茶、ミルク、シルクリーム、私女子の顔でやばい、普通サヤンさん見てたら女子力高すぎても、私なんてこったパンナコッタなんだけど、なんてこったパンナコッタとか言ってるからさ、女子力一向に上がんない、どうしようって気持ちで。おにぎり、まさかおにぎり、毒バラ巻くやつ、あ、それそれそれ、君が獣になる前みたいな、ブシャーみたいな、なんかチューブシャーみたいな、まさかおにぎり、今日もケープ、あ、してる、ここバキバキ今日、ここやばい、ここがやばい、今日バキバキすぎて。もう髪の音じゃないもん、ほら。ポルダグリ、ポップコーン。ツイッターの文字数足りないとき、メール返信、インスタの DM。インスタの DM 見えない、見えないじゃない、見れないんだよね。クルタン見れないでしょ。なのでよかったらツイッターの方がありがたいかもしれない。これだけでポップコーン、これだけでハート、マックス越しもハート。本はいつもどれくらいで、ものによるけど、もう本当にうわってズボ、もうズボシ、ズボシじゃない、もう心臓にはまりすぎたら一日読むけど、なんか本は普通に高校中学校の時に毎朝本読む時間みたいな20分ぐらいあって、その時に読んでたから、その時はもう1ヶ月2ヶ月かかる、読み進めが遅くて。リンク、おにぎり、パナコッタ女子も好きですね、本当なんてこと、パナコッタ女子好き珍しいけど嬉しいです。それでお願いします。じゃあパンナコッタ女子で、くるくるパンナコッタ系女子ちょっとダサい。 H パパミルクドイヤハート、おせぽまちハート、あ、それわかる、そう、前髪もしとるけど前髪はまあ動く。スクワットはかわいい、ありがとう。裏割れちおにぎり、インスタでメンションも見えない、おせぽまちミルク、わかりました。てるてくん、おにぎり、 DM 化すると毎日2曲送ってくる人もいるらしいから、かわいそうだ。え、なんか インフルエンサーさんで聞くのは、 DM 開放してる系のインフルエンサーさんで、毎日芸能人か、毎日なんか次の日のメモとか買い物のメモとか送ってくる人がいるみたいな面白い。ケイシュネルがハート、ルート、おにぎり、お茶、え、すごい、2回目読み返し本、すごい、でも深まるよね、まる。タンタンピカピカ、カズくんお茶、高坂さんでごさん、おにぎり、ラーレッツハート、うんうんうん。次の声ラジのさ、X
サイジーハート、次の声ラジなんかで声ラジのサイトに載ってて、ラグビーの方だったからちょっとくるくるラグビーを勉強しようって思って、ラグビーね、月曜日までに。キュエルハート、どうなっている？それも待って、おちゃん、かーくん、だるま見たこと、ラグビーないかもしれん。 H パパ結婚してありがとう、やらけど帰っとくね。なんかインスタ始めたら友達がフォローしたよって LINE 送ってくれた。みんなツイッターやってないんだね、意外に。ハートのポーズを撮ってください。ラグビーのぶつかりの歯がきね、すごいよね。ラグビーの知り合いがリアルで日本代表の人、すごいやん、めっちゃすごいやん。それラグビー、ラグビー、ラグ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 、友達の遺産自力のわけ、やばい、普通にやばい、普通にやばい。てかみんななんかすごいんだよね、なんかインスタグラマーみたいな投稿。今はみんなインスタね、時代はインスタなのか。あ、それもおちゃん、でもさ、なんかツイッターにさ、インスタなんか載せちゃいけないみたいな、載せちゃいけないみたいなさ、なかった？一時期なんかイーロン・マスクさん関係なんかわかんないけど、なんかあったくない？アサイパンお茶、チミさんお茶、アベルお茶、チミさんミルク、チミさんパン、そう、くるくるは X っていうのに反対系女子なので、誰に何を言われようと一生ツイッターって言っていく。でもメールとかに書くときは X（旧ツイッター）って書く。レイカピカピカー、チミゾおにぎり、ライバル同士、いやなんかね、多分イーロン・マスクさん関係だった気がする。なんかインスタのID とかを、 ID 系をツイッター載せたらバンしますみたいな、赤バンしますみたいな一時期なって、みんななんか消した、リンクとか消してた、多分リンク、インスタに飛べるリンクをツイッターに貼ってた人とかもみんな消した、アイドルさんとか記憶があるんだけど。ライカピカピカー、ソジロー偉い、そう、天の塾です、ハタママ痛かった、トモハート、ポストじゃなくツイート派、ツイート派です。タカ993手紙、ね、広島にもプロチームあるよね、ラグビー。くるくるまではツイッターって、全然いいのに、絶対いいのに、そんなのいいのに。そう、なんか X 文章
にえして X って書いたらなんか分からんのよ多分。書けるかなとかなんか X ってなんか他のさ少女 X とかもさ使われるようなさアルファベットだからさなんか少女 J とか使わないから J とかだったらさ J でああのアプリかみたいな分かってもらうかもしれんけど X ってさなんかなんとか X とかあそう数学とかでなんか使われるよく使われるアルファベットすぎて X だけ書いても分かんないと思っちゃう。すごいチャートそう X ジャパンさんとかもあるしそうゆしきさんとかの顔浮かぶよね。そう容疑者 X とか X を使われすぎて J とかにして J A B A B B B もないね B B C あ D もないんじゃない D あれちゃんおにぎり E あ E もいいよ F F はなんかありそう G G H I J J K K はなんか使いそうなんよな K L あ L も使うのじゃないあ L 使うかサイズ服のサイズが L L M M あ M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  使う NN もさ使うよね N 回目とか N O O もいいんじゃない O P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  10P とか言う 10P P Q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  は前 Q 3Q R R R あ R あ R も使うよねこれ R あるよね数学で Sあ、S でもいいんじゃない ?S、T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  はダメ。U、U。三つ葉パン。確かに。R は開く。さらか、釣る夕暮れに。三つ葉ミルク、お茶。あ、S 使うわ、サイズ。ちげー。ダメ。よく使われるアルファベットはダメ。旬おにぎり。あ、天ピー動くよね。天ピーあるわ。ある秋だらかすぐに何かをやり残してるような悔いはないのか。僕はまだ帰りたくない。たいことやりたくないことやらされながら理想と現実がごっちゃになっている日々。なんで X にしたんだろう。なんかかっこいいなと思ったんかな、その形が。あ、すごい、それは感性、人の感性なので OK なんですけど。つーさんおにぎり。お腹空いてきた。何かを家に残してるような悔いはないのか。僕はまた帰りたくない。やりたいことやりたくないことやらされながら理想と現実がごっちゃになっている日々。食べたんです、食べたんですけど少ししか食べてないんです。でも私はすぐに結果が欲しいんです。3日後には結果が欲しい。中病感ある X。 そう高救急お茶ミルク
でもヤハトグリーンお茶充電いっぱいできなかった。すごすごすぎ。しもじろこっち入れました。夜し夜夜食ダメです。お姉ちゃんピカピカ。3日後なんもないよ。3日後なんもない。私ミルクお茶。うわ確かにくるくる汗かかんから水飲みすぎるとむくむ可能性ありそう。ほんとだ。ちょっと天才じゃないこのコメント。ほんとやん。汗かかんから水飲んでも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 出ない。ほんとにやばい。私やばい気がしてきた。汗かかんな。ちょっとお母さんパンミルク。ドラさんイベントのアンドモア。え、クルクルたちも知らないよ。あ、結構マジ結構マジで知らないから食べて。あれな、関係ないけど、でも見たいですね。普通に見学したい。見学 見に行きたいです。ドラフト3期生さんのアステルプラザのやつ行きたいです。母さんおにぎりお茶。あとひなさんのスツコン。うらやましい。そう汗かかな。のり塩パン。でも本当にやばい汗かかないのは。あ、本当に今度の公演の髪型どうしようって。今度の声本当にやばいかもしれないです。のり塩パン。レッスン先輩方忙しそうですね。ね、22日確かにおでん恋しいわ。おでん食べたくなってきた。残してるような悔いはないのか。僕はまた帰りたくない。あ、明日チリパか。ん、え、明日チリパ。告知がいっぱいあるの。くるくる出ないんで両方もじゃ。うん、うん、おでんは卵と、あれ、あ、うん、あ、糸こんにゃくとこんにゃくが好き。マックス少しもハート。おでんの具ナンバーワンこんにゃくかな。金曜日やばすぎ。母さんハート。公園ね、公園さ、もう何ヶ月ぶり。いや、くるくるもう記憶から飛んじゃってる。コンビニは冬しか売ってないから今売ってないんです。冬だけなんです。もち巾着美味しいよね。会員残してる。え、公園やばい。本当に足出てなさすぎる。1ヶ月ぶり。体が覚えてるかな爆体。そうだよ、半透明との半透明の蓋の通所メールもまた来。そうなんよ。
A さんハート。ね、花大チャートリ出たいでしょ。仲のいい友達も知らないの。ジャスト・シークレット。僕とアドレスわかんないんだよね。なんか予定が出なくて急に入っちゃうから、多分いつか、うん、さすがに一回もレッスンせずにはないと思う。別にお茶え、私チャットリフル出たことないんじゃん。やばい、やばいよ、どうしよう。エンジさんミルク。最近ニューウェーブの生配信なくてちょっと恋しくなっているよね。ひろひろハート、わかる。インドお茶、ポケットからヘリコプターさんミルク、この気持ち。アンリタンハート、わかる。ニューウェーブの配信、インズアリリー。だってさ、めっちゃさやってたやん、週1とか。そんな生配信するってぐらいさしてたから、あれ焼肉の約束はとかさ焼肉連れててくれるって言いましたよねみたいな。苦しい時お茶、インズさんおにぎり。
しい。よしきの
可愛さ、本当。可愛い。パチパチありがとう、皆さんギフトもありがとうございます。どうしよう、間に合った。回遊魚のキャパシティはね入ってないよ。DMM。あち、あ DMM、 あ DMM か。DMM、 え、ショールームに入ってないんですよ。チャートリーのストーリーあんま入ってない。ほいよ、ハト。久しぶりに見に来たけど、かわいそう、30倍くらい増した。嬉しいです。今日は、ビジュアルいいですよ、とか言って。あ、ダムダム、ダム。それそれそれ。ちょっと待ってよ。お腹痛いよ。急に痛くなってきた。ねえ、あれ歌いたい。昭和曲歌いたい。ちょっと今曲見とった、待ってよ。あ、奥見とこ、練習してみる。あ、くるくる、ぐるぐるカーテン、あ、確かぐるぐるカーテン、昭和曲歌ったらバンされちゃう。バンされてもいいなら、バンされてもいいならね。じゃ、待って、くるくるが決めた曲、これはちょっと歌えるかわかんない曲。
だくるくるがスマホを持ってなくて、ウォークマン時代に聴いていた曲です。なのでウォークマンに入ってて、ウォークマンで一生聴いてた曲です。怖くないです、ありがとう。僕はえ、僕はいないと同じ CD に入ってた曲わかります？なんか思い出せなくて。僕はいないとカップリング、わかる。なんかあったよね、勘違いかな。今ならばえかな、なんか それももう一曲もめっちゃ好きだった記憶があって聴いてた。
ちょっとウォークマン探し。ウォークマンの充電器ならあった。あ、イヤホンしてないから何も聞こえないよね。ウォークマンの充電器ならあったよ。青でした。懐かしいだけ。鏡の気がする。え、そう、充電しながらスピーカー。そう、懐かしい、懐かしい。私は持ってる気がするね。もうウォークマンいいよね、超。ちょっと待って、一回さっきのさ、今ならばちょっと聞いてみていい？あって、くるくる。ちょっと歌え。これじゃないわ。どんな曲？夢の名残っていうミルキー、ミルキーさんのソロ曲もかぶ。夢の名残。なんかね、じゃあ勘違いか、私の。何歌う？空から泡が降ってくる。いや、違うよね。ピーンってこんねん。なんだっけな、ちょっと後調べてみよう。あつおポップコーンサボロー。おにぎりおままされました。召し上がるおにぎりありがとう、サカイハート。ちょっと待ってよ。ねえ、でもこれさ、これ歌、季節感なくていい？あ、待って待って、コメント来てんのみたい。やばい。どうしようたけ、どうしようたけなのよ。ちょっとよ、くるくるの勘違いかもしれない。ハウス、ちょっと好き好き好きよ。なんか一番盛り上がるって聞いたライブで、ハウスが。ほんま？すごい、いい曲。季節感とない。君に似合う。
冬の女の子が一番可愛いから、まあ、あと8ヶ月8ヶ月ね、ちょっと待ち続けんといけんけどね、冬まで。あともう一曲、あのうまく歌えないの確定でいい歌っても、あ、また来た来た、ちょっと汚いのが、また汚いのが汚いのが、you
番の歌詞が好きで、サビの涙が透明の理由は雨に紛れられるからだってって、えどうやったらこんな歌詞思いつくのみたいな、今日聞いてて普通に感動した。えなんちゅう歌詞みたいなもん、涙が透明な理由は雨に紛れるから、確かになんで涙が透明なの、え雨に紛れそういうことみたいな私白だったら紛れられてないから、あいつ泣いてるなとかすぐ分かるよね、透明だから分かんない、えそうなのみたいなめっちゃよくない、びっくりしたんだけど普通に聞いてて、えやばって思った、喉やばくなってきた、何歌おう、何あハウスくるくるハウスね、一番しか歌ってないかもしれないけど、あれ出てこない、ハウス出てこないんだけど、出てこない、出てこない今田アンナさんとくるくるは関わりはないけど、アンナさん山田アナさんがデザインした T シャツは持ってる、アクターズの発表会で来た山本アナさん、あさっきのはロマンティックイカ焼きか、ハウスはトゥ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 、お疲れ、充電ありがとう、エルナガミルク3つ花束、エルナガお茶、ギフトありがとうございます、歌ってる時のギフトもありがとうございます皆さん、誰のことを一番目に愛してるのか教えて、逃げようとしてる、そう私は二番目だって分かっているから、知りたいの、あなたは私のすべて、独り占めするためには邪魔する者たち消して、私だけの世界がいい、曲が ちょっとこれやりたいかも、やっぱ高校卒業したんで、誰のこと一番知ってる、ちょっとあと歌おうかな、そうなかったハウス、悲
この椎茸なんですけど椎茸やばい。え、他の星からもいいね。ちょっとそう、あの高校卒業したのね、これを。尾崎豊の卒業やばいじゃん。
中間で言ったなんかセリフがある曲歌いたいです。例えば改めておめでとうなって合ってる合ってる合ってる、鎧必要ないっていう、世界には愛しかないんだみたいな系のセリフがある曲、あ、星野みなみさんファンなので嬉しくなってます。え、そうなの？みなみさん生写真結構あるよトレードみたいな、え、かわいいよね。あ、選挙会から続き、うれしい、あ、いいね。セリフ？なんかじゃあ後で歌う。ちょっと。ないかな。夏の近道。まさかずお茶ミルク、ジュンナお茶ドイヤハート、インスタフォローした、ありがとう。マヤさんあったら帰って全然持ってるけどね、和田マヤさんの話持ってるよ。大量にあるんだから、大量にあるんだから、コミタンハート、チリパイ隠し出てた？ほんま？ありがとう。明日告知しようかな。あ、でも時間帯が、あ、だらしない仕方。いいだけ。
次は最近のみんなに向けた言葉を、向けた言葉じゃない、向けた曲を歌います。あ、近づいてくる、くるまかわいい、ほんと、あ、パチパチ、ありがとう。待って、どんなんだっけ。心に響きましたか。ちょっと最近のちょっと皆さんに向けての本日一番感情こもったあれ
私も一番こもったかもしれない。最前列で門脇さんのダンス見てたら息をするの忘れる。絶対かっこいい。ちょっとやってみたい。確かにやってみたいかもしれない。穴だらけ。これで開いた。心から歌ってますよ。で、まあ、この後に、歌いたい曲見つかった。あなたの理想を知らない、おもちゃになんかならない。ちょっと待って、じゃあこれ歌って ST 歌って、ああ。
与えるよ。恋は恋人だ。ちょっと待って、もう一曲歌いたくなった。ちょっともう一曲歌いたくなったんで一番だけ。左足が筋肉痛じゃなくて つったんじゃなくて痺れた。左足が、この恋はトランジットのさ衣装可愛かったよね。え、34センチだっけ、 34.5 スカートだけ、なんかエメラルドグリーンの可愛かった。もっとかななんて呼ばないでよ、なんて最近もモテてるの。地味にあんま歌ってないやつと STU の曲さしこ345mm か。それでは最後の曲いきます。
たずるさのせい、素直になれば間に合うのかな。君は何を後悔するのか、今来た道何度も振り向いて、思い悩み出さ答え、なぜ今でも言いたかる。あの花あれでよかったのか、誰もみんな人生後悔だらけ。何を引き換えにして自由を手に入れた、夢を見なくなった自分が好きじゃない。なんて美しい黄昏の海よ、砂浜に佇む後悔はまだ 3つポジションやったことある。感情なんて忘れてしまった。2つだった。ここはさんのなんかこんなのが好き。鼻だれと息をする心がもうちょっとでもやばい レベルなんか6、7ぐらいやってる。息をする心だからどこでもいい。いけるかもしれない。でもくるくる記憶から消すから今はゼロ。意味がナッシングやな。感情忘れてしまった。スクショタイムします。
缶のお酒ほろ酔い、ウィンクでストロング、リキュールじゃも酔えない、缶でちょっとポーズ、あ、いいね、じゃあもう酔えない、愛で潰して、噛んで潰してって言ってた、噛んで潰してたら怖すぎるよ、愛で潰してお願い、お砂糖はマシマシで、記憶から消す、かき氷食べて頭キン、誰愛の時の顔を思い出していただきます、今しめ、誰のことを一番目に愛してるのか教えて、眼差しで来たのにまぶた閉じて逃げようとしてる、そう私は2番目だって分かっているから、知りたいのあなたは私のすべて、独り占めするためには邪魔する者たち消して、私だけの世界以外誰を殺せばいいのだろう、ね、普通に歌詞やばいね、誰を殺せばいいの怖すぎー、目の輝き消えてる、ユニークル島で、それではスクショタイム終了なので、壇上を読む前に告知タイムをしたいと思います。昨日インスタを開設しました、ぜひ皆さんフォローしてください、お待ちしております、投稿もしてるので見てね、ストーリーもして、今日投稿今日しようか迷ってしました、ぜひ見てね、あ、ツイッターも同じ ID なので、いや同じ ID にしたらくるくる天才だなっていう風に見てください、ぜひフォローもお願いします、しました、ありがとう。そして明日はくるくるとリオツのチリメンパーティーの放送が、シティフォーテッドのチリメンパーティーの放送がありますので、ぜひチリパー聞いてください、また私も告知します、聞いてくださいぜひ、で、あ、18日の僕の太陽公演、多分今も一般販売中なので、最後の僕の太陽公演ぜひ見に来てください、最後で、お台場のフェスもお待ちしております、こんちり。それでは壇上読みます、13位シンゴありがとう、12位しまじろこいちありがとう、11位いくごぴょんありがとう、あ、ぴょんぴょんかありがとう、10位かしげまさきありがとう、9位おろちありがとう、8位はふくちゃんありがとう、7位たむたむありがとう、6位わさいっぽいもちありがとう、5位すとじろうありがとう、4位たけまつるありがとう、3位おしゅういちありがとう、2位はなびしありがとう、そして1位はドゥルルルルルルルパーン、ムニエルさんありがとう、ムニエルさんありがとう、もろこしありがとう、皆さん今日も見てくださってありがとうございます、明日もチューバーぜひ見てください、それでは、あ、聞いてください、それではおやすみ、うん。